の方から、お話をちょっと、はい、ではですね、じゃあ由美先生だけ解除させていただきます。はい、あ、すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、今ひとり様からのメッセージが届きました。はい、皆様のおかげで素晴らしい竜王結界が張られました。ありがとうございます。せーの、バンザーイ、バンザーイ、バンザーイ、よっしゃー、素晴らしい。ありがとうございます。あ、今日も素晴らしい会をありがとうございます。ありがとうございます。あ、ちょっとね、一つご感想をね、預かった、はい、預かったというか聞きましたので、ちょっとご紹介させてもらってもいいですか。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。このね、こう出陣式のような感じで、本当に魂の出陣式をこのね、波動入れているこの素敵な中でこうさせていただいてて、で、普通出陣式っていうと、ほらパーティー会場に行ってね、こう表彰とかがあって、こう花道歩いてね、おーってやるんですけれども、このこの遠隔の中でのね、この玉龍様はみんな全員が多声のね、呼んでいただけて、で皆様からの波動も受けて、すごくありがたいって嬉しいって。で、中にはね、本当にほら、いわゆる昔あった C 様っていう ABC 様で、まあ、A は大好きな人で、 B はまあ勧めで、 B 様っていうのは勧め、前あったんですよ、そういうゲームでね。A 様っていうのはいいよっていうと進んでやる人で、 B 様って B、 ABC の B 様はやるとふんふんって言ってやる人で、 C 様は絶対やらない人で、その C 様に当たる人もほらね、こう達成の中に入ってたりで、そのほら2個目は家族の名前でもいいよって、玉龍様ね。でそういう C 様に当たるような、例えば身内の人だったりで、大切なんだけれども、あんまりこう、なんつうの、そういう、こう自分のやってるこういうね、天国言葉とかをなんかあんまりこう受け入れてくれないような、でも大切な人がいて、で家族とかでいたりとかして、でそういう人が名前が上がってくるって。で今回ね、この中にもそういうふうに自分の大切な家族の名前がね、上がってきたんですって。ですごく嬉しいって、出陣式にそのね、自分の家族は絶対多分行くことはないって。でだけどこうやって全国の仲間の皆様から、この本当にこの魂の出陣式のこういう時に共に歩くで、で本当にこのね、自分の身内が、この呼ばれた名前のこの身内が旗を持って、おーって言って、もうまさしく花道を歩いている、そのなんか映像がまざまざと来るって言って、で本当に肉体的にはそういうことは今世ないだろうって思っていたけれども、こういう素敵なそのツアーの中で、あ、やっぱりちゃん仲間だったんだっていうね、なんかほらあんまり自分のやってること分かってくれないとかって思いながら、なんだそういう機会を得てね、そうやって同じ皆様と同じその魂のその出陣式の中に出させてもらえたんだって言って、すごくね、今回のこのことをもう本当にもう涙ながらに話してくれた人がいました。本当にね、おかげさま、本当にありがとうございます。もう本当に嬉しいですこういう機会いただいて、本当にひとり先生、社長様方、そしてこう作ってくれた、うち先生、花井大さんの皆様、本当に皆様に、感謝しております。本当にありがとうございます。ありがとうございます。いや、でも嬉しいですね、こういうコメントをいただいてね、本当に素晴らしいですね。いや、だってすごい、本当にすごい、本当にありがとうございます。まあ、本当にありがとうございます。もう、ジンときましたね、はい。いやー、新しい夢主にありがとうございました。だってほら、いるじゃないですか、絶対に、絶対にほら、天国言葉とか嫌だとかね、そんなの、ね、なんか馴染めないとかっていう風に、ほら、大切な身近な人ほどそういう風に言ったりする話ってよくあるじゃないですか、ね、よくあるっていうかね、そういう中で、だけど、まあ、そのね、ご家族の方には言わずに、
上げてらっしゃるんですね、その方はね。その本人には言わずに、でだけど、もう本当に大切な家族だからって言って、その玉龍様に上げられた人の、感想でございました。嬉しいって言ってました。ありがとうございました。素晴らしいですね。本当に。もう本当、なんか輪が広がりますね、これはね。どんどん輪が広がっていきます、本当に。そうなんです。いい回ですね、本当。いい回です。本当に。ね、だってほら、魂のさ、天国にいらっしゃる方だってさ、ペトちゃんだってね、はい、だってみんな大切なもう魂のファミリーでね、うん、で、こうね、で本当にみんな、ひとりさんファミリーなんだなっていうね、ほら、そういう、でも、逆にそういうご家族っていうかね、そういう方が大切だけど、そのあんまりね、そう、なんかこう、ね、なじめないとかっていうふうに言ってる人も、うん、やっぱりそういう人がいることによって、私たちいろいろ気づきだったり、感謝を教えてもらったりするですもんね。でそういう本当大きな意味で のファミ、大きな意味っていうか本当にファミリーですので、それをまたこういう形で実現っていうか、本当にファミリーなんだって言ってね、それを本当にこう身をもって、してるかね、させていただける会で、毎回本当もう涙出ちゃいます。もう毎回感動で。ありがとうございます。ありがとうございます。またこの感動はね、毎月続きますからね。ね、次はね、9月1日ですから。はい、9月1日です。うち手帳が頑張ります。皆様の愛がいっぱい集まります。本当にだもう。何より、本当にこれはね、ひとりさんの愛から、うん、本当に大きな愛から始まったことなので、ね、皆様とね、それを、ね、分かち合えて、すごい幸せです。うん、本当ですよね。ありがとうございます。今日ご参加の皆さん、ね、本当にありがとうございます。ね、ありがとうございます。またよろしくお願いします。またお願いします。じゃあ、記念の万歳をいきましょうか。はい。じゃあ、いきましょう。せーの、万歳、万歳、万歳。よっしゃー。ありがとうございます。皆様、本日も楽しい感じありがとうございました。ありがとうございます。楽しい感じをお願いします。イエーイ。ということで、8月の15日会大成功おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ごきげんよう。ごきげんよう。